辛いものが食べれますぞっていう。朝から辛いもの食べてなかったわけ。辛いものが食べれるっていうワクワク感だったよね。私の大パンがしょうもなさすぎて本当に涙出そうだった。軽く叩いて600ぐらいは出ると思ってたの。特番見ていただけましたか？まずね、ゲームに入る前に見てくれたかい？みんな楽しかった？あ、そう、聞きたかった言葉でそれぞれ。いやー、特番楽しかったな。まだ見てない人がいたら申し訳ないんだけど、2日間さ、たくさんのライバーさんがさ頑張ってくれたわけじゃん。それを最後の大パンで台無しにしてしまうのではないかというね、とてもとてもすごい申し訳ないなっていう気持ちはあったんだけど、マジで私の大パンがしょうもなさすぎて本当に涙出そうだった。あんなにしょぼいことあるんだと思って、本当に泣きそうだった。あれめっちゃ悔しい。なんかもう可愛こぶってると思われるのもなんか嫌だしね。私もな、軽く叩いて600ぐらいは出ると思ってたの。まあ600ぐらい出たらまあいいかなと思ったら。それでは参りましょう。ポンテレンライパンです。お願いします。味覚戻れ200クソ雑魚パンチ。夢追いさんね、司会マジでうまかった。なんか上、こんなこと言ったらあれなんかもし、上からになっちゃうかもしんないけどさ、マジで司会うまくてさ、感動した。本当に見事だったよな。なんでもないようにこうそつなくこなしてるけどさ、こう聞いてて滞りなく企画が進んでたりしてるのって本当にすごいことなんだよ。いやマジビーム感動した。本当にわーすごーと思って。わさびがね、大量に塗ってあるお菓子じゃん、お寿司をね食べたんだけど、特番ね、いやまあ本当に普通に美味しかったの。だからあ、これは美味しいやつだと思ったんですね。それがまさか、いやびっくりしたね。だから本当に1か2かどっちかだと思ってたの。答え見て、ネイドラはどうですか？味覚が刷新してるんで、刷新してんだ。サービス終了。提供されてた。早いよ。本当ねえが。美味しいその教える。めっちゃ美味しい。大丈夫。めっちゃ美味しい。美味しい。美味しい。一番ポントね、2番カイダハル、3番ヒバチ、4番リジゼということで、はい、正解はこちら。自分が怖かったの初めてで。公式番組の時とかってやっぱりさ、こうなんか配信とか全部そうなんだけど、私辛いものを配信前に食べないようにしてるのよ。まあ、というのも辛いものを食べると喉がガサガサになるから、まあ、ただでさえねちょっと聞き取りやすい声ではあんまりないからさ、ちょっとでも聞き取りやすくあろうと思ってこう辛いもの食べないようにしてるんだけど、朝から辛いもの食べてなかったわけだからね、そのもう辛いものが食べれるっていうワクワク感だったよね。もう合法的に辛いものが食べれますぞっていう。まあ確かにわさびの鼻に抜ける独特の感じはあったけど、でもそこまで強くなかったから、あ、これ多分1か2かかなみたいな感じだったんだよね。